12レース3つ目の S 級準決勝になります。向こう待ちの400番コー5周回、距離は2025メートル、先頭固定。11レースから勝ち上がりを決めたのが香川の石原颯、そして徳島の久米良子の2選手。11レース3着徳島の堤博士は特選が7着ということで権利がありません。10レース3着の熊本島田良二がこの12レースの結果待ちです。それではこの12レースの対戦メンバー、1番から順を追ってご紹介いたします。1番は和歌山の中西大です。2番が愛媛の浜田浩二、3番広島の大谷健二、4番高知の佐々木則之、5番が熊本の東谷翔太、6番岡山の山本直、そして7番地元京都の藤木豊、以上の7名です。特選1着の中西大、中西だけが3着でも決勝戦にどうやら乗ることができそうです。残り6選手は2着が絶対条件になってまいります。人気は近畿勢中西と藤木、この折り返し圧倒的に集めました。別線ラインは東谷と山本、3分線です。発送いたします。構えての号令がかかりました。最後に1番車中西、号砲一発。12レースのスタート、3つ目の S 級準決勝戦。ここは受けて立って本戦近畿両者、1番中西大、7番の藤木豊であります。2番の浜田浩二、3番手から3番は大谷健二、少し車間があって5番の東谷翔太、6番山本直、4番佐々木則之で2コーナー立ち上がっています。和歌山107期の大型怪力先行、中西大成功法に構えました。特選は突っ張り先行を仕切り、シリーズリーダーに名乗りを上げました。東谷山本との3分戦ですが、力でねじ伏せていきたいところ。この後ろが地元の主役、7番車藤木豊です。予選はペースで持ち込んで見事に逃げ切り、上がりタイム1番時計、会心の走りでした。さあここは中西藤木、人気の2人がまず前で受けて、3番手に5番車東谷翔太です。98期の在校ナンバーワン、ムラはありますがポテンシャルスピード決して引けを取りません。東谷には2番車愛媛の浜田浩二です。浜田は中四国ラインではなく東谷を目標にして、あとは5番手から中四国勢、6番の山本直がラインを引っ張ります。予選は後手に回ったんですが、まくり追い込み2着、ただ今日は唯一ラインが3名、先行気温ということになっていくんでしょうか。山本の番手は3番車大谷健二です。予選は大川のまくりをゴール前で差し切りました。そして4番高知の佐々木則之、6番3番4番、この3名が後方待機です。2対2対3の3分線で残り2周半のバックを通過します。正攻法中西大、3番手に5番の東谷翔太、5番手6番車山本直といった機動力タイプの位置取り。さあ山本がそろそろこの辺りから動きを見せそうです。ちらっとこれを確認する正攻法中西。さあ6番の山本が大谷と佐々木を連れて一気に前を抑えました。中西は車を下げます。中四国勢に5番の東谷翔太が切り替えていきました。中西大はこれで後方の6番手になっています。前後夫人が入れ替わりました。さあ山本直が今日は先行勝負か。6番山本直先頭でカニを聞いて、3番大谷健二、4番の佐々木則之です。5番車東谷、2番の浜田、1番の中西大は6番手、中西大は6番手。さあ一気にペースを上げました6番の山本直です。残り1周の 400m、 3番の大谷、4番佐々木、そして1コーナー1番の中西が猛然とスパートしていく。7番の藤木を連れて近畿の両者、中段から5番の東谷も合わせ込んでいく。まくり合戦だ。6番山本に、さあ東谷と中西が接近してくる。さあ3名横一線、最終4コーナーから直線コース。さあ6番山本、5番の東谷、オースト1番の中西ですが、1番中西が捉えてる、ゴールインか。1番中西、あと広がっています。どうでしょう、6番山本、7番藤木。最終12レース最後の S 級準決勝、12レースを振り返ります。山本が逃げて6番手から中西、4番手から東谷、まくり合戦壮絶な形になったんですが、1番中西がわずかにまくり切って、問題は2、3着。どうでしょう、
さあ角度を変えてのスーパースロー、勝ったのは中西、2着6番山本か7番の藤木、ちょっと藤木のタイヤの位置が分かりません。6番7番7番6番、2着争い、これは2着と3着ではもう天と地の開きがあるんですけれども、なおこの実況放送決定放送ではございません。審判から正式決定出るまで今しばらくお待ちください。以上12レースでした。先ほどの10レースから勝ち上がりを決めたのが広島の大川隆二と福井の鷲田浩二、3着でした熊本島田良二がこの後の結果待ちです。1周400メートル向こう待ちバンクを5周、距離は2025メートル先頭固定。それでは対戦メンバー1番から順を追ってご紹介いたします。1番は香川の石原颯手です。2番が福岡の吉本拓司、3番広島の中村雅宏、4番徳島の久米亮、5番は大分の菅原明、6番広島の水戸貴則、そして7番が徳島の堤博士、以上の7名です。第10レースは3連単3万円を超える波乱の決着でしたが、この11レースはどう展開いたしますか。先ほど3着でした島田は特選シードですので、予選組はもう2着が絶対条件になってまいります。そんな中迎えるこの11レース、地域的に3分戦、自力タイプは石原、吉本、水戸、この3名。注目は何といっても1番の石原颯手、マーク久米との折り返し、圧倒的人気集めました。さあ吉本、水戸どう挑みますか。号砲なって11レースのスタート、2つ目の S 級準決勝です。4番の久米亮、1番の石原颯手、7番の堤博士と本戦の四国勢前で受けていきます。2番の吉本拓司、3番中村雅宏、少し距離があって5番の菅原明、ポツンと最後方6番水戸貴則で3コーナーへと向かっていきます。さあ前段で四国ラインが出来上がっていきます。正攻法に代わって1番の石原颯手、向こう待ちは初めて、香川の新鋭117期生21歳の本格選考です。まあ今節何といっても最も注目を集める存在と言っていいかもしれません。予選はジャンガマシ堂々と押し切り、さあこの準決勝も通過点となるのかどうか。昨日ワンツー決めました4番徳島久米亮番手、特選シードの堤博士はラインの3番手で折り合いました。1番4番7番四国ライン前段です。4、5番手ここは九州の2人、2番吉本拓司、5番車菅原明、ともに海戦山戦実力者であります。吉本は特選中段からまくり追い込み着、どうやら復調著しいものがあります。キャリア経験値では石原を上回っていますこの吉本、あとは6番の水戸貴則が6番手、3番中村雅宏、広島の2人です。一発大掛け、波乱を演出したい水戸貴則が後方の6番手になっています。3対2対2の3分戦、正攻法が1番の石原颯手、そして4番手2番の吉本拓司です。吉本の作戦はどういった形になるか、そして6番の水戸貴則は6番手、さあ水戸からまず動きを見せるのか。残り2周半を切っています。3コーナーから4コーナー、まだ縦一列が崩れませんが、ここで6番の水戸がまず戦いの口火を切っていきました。3番中村を連れて残り2周回、1番の石原を抑えます。石原車を下げました。広島勢に2番の吉本が切り替えていきます。1番の石原は5番手まで下げました。前後位置取りが入れ替わっています。まもなく金を迎えるバックストレッチ、6番水戸貴則、3番中村雅宏、車間を空けて3番手2番の吉本が1番石原を牽制していきます。その石原も5番手、前とは3車身車間を空けています。打礁過ぎ4コーナーから最終ホーム、6番の水戸が先行勝負に打って出るんですが、豪快に山ロシをかける格好で1番の石原がスパートしていく。石原がスパート、
さあ前は6番の水戸、3番の中村ですが、3番中村の厳しい牽制を1番の石原こらえた。石原がこらえて最終バックから3コーナー、石原がまくり切っていく。4番の久米亮、7番の堤博士、四国3名が抜け出していく。4コーナーから直線、石原颯、追いすがる久米亮、堤博士ですが、石原颯強い。1番石原連勝です。そして4番の久米に7番の堤。第11レース S 級準決勝2つ目、11レースを振り返ります。打賞過ぎ4コーナーから山下ろし気味にスパートした石原、3番中村の厳しい牽制もあったんですが、それを乗り越えて久米、堤を従えてそのまま四国勢でワンツースリー上位を独占しています。1番4番7番、しかしながらこの実況放送決定ではございません。審判から正式決定出るまで今しばらくお待ちください。以上11レースでした。やはり後ろ詰めから6番の蛭田、しかし3番手から7番の栗山も注文をつけます。5番の宇宙は車を下げました。先に近畿勢栗山が前を切って、そして6番の蛭田はどうでしょう。4番手アウト、そのインコースに5番車の宇宙がいますが、ジャンマイ2コーナーからバック、ここで近畿3名を叩いて6番の蛭田総一郎、今日も先行勝負、すかさず3番手アウトに追いかけた5番の宇宙、おっと宇宙が内を切り込んでいく。さあ宇宙がうまく3番手中段をキープした。7番の栗山はこれで後方の5番手になっていくか。おっと栗山がちょっと1番島田ともつれますが、残り1周回、6番蛭田総一郎、3番の大川隆二が無風絶好番手回り、さあ車間を切っている3番の大川、5番の瓜生がまくっていく。瓜生のまくりを3番の大川がさばきますが、最終バックから3コーナー、ちょっと瓜生は失速か、瓜生は失速か、切り替える1番の島田、前は6番の蛭田、3番の大川、あとは1番の島田良二で直線コース。さあ6番の蛭田総一郎、番手から3番の大川が抜けてくる。3番大川ゴールイン、3番大川です。日中から争いで1番の島田にも成松もちょっと誘導との車間を空けました。そして5番車三好が上昇、三好が上昇していきますが、成松が突っ張っていく。成松が突っ張って5番の三好を出させません。さあ成松歩きの突っ張り先行か、7番の西田、1番武田、切り替えた6番丹波と4番の山田です。これで5番の三好、3番大崎は後手に回って後方6番手、鐘が鳴っています。2センター、2番成松歩きのどうやら突っ張り先行、7番西田大志が絶好の番手、3番手1番武田、内を救う6番丹波、丹波が内切り込んでいく。7番西田のところに6番の丹波が攻め上がっていった。最終1コーナーから2コーナー、おっと九州勢分断された。2番成松と後ろ、6番丹波が取り切っている。3番手は1番武田哲司、7番西田は4番手に交代、そのアウト4番の山田優也ですが、最終3、4コーナー2番成松分断した6番丹波もちょっと突き切れない。直線コース、後方からは1番武田、7番西田です。おっと落車バッター、2番成松が振り切っての合輪、そして1番武田に7番の西田。6番森谷、さあその森谷にプレッシャーをかける2番車永井清文です。永井が後方から上昇して5番の上田、福岡勢が切り替えていきました。6番の森谷はすんなり車を下げて現在3番手のイン、アウト7番車阿部健二です。さあ3番手以降、中四国勢と福岡勢でちょっと絡んでいきます。鐘が鳴って2番永井清文のペースになっています。長井のマイペースです。5番の上田邦弘、3番手のインコースが6番の森谷、アウトが7番の阿部。さあ阿部が今度は追い上げていった。阿部が追い上げマークを狙う格好か。残り1周です。2番長井清文の先行をめぐって5番車上田邦弘のアウトに7番の阿部健二が追い上げていきます。並走の後ろが1番の山口義嗣で、ちょっと対立は短い。後方からまくる6番車森谷陽介、最終バック2番の長井、番手5番の上田が守ってまくり上げる6番の森谷を上田が牽制する。上田さばいた、上田さばいた、切り替えた1番山口で4コーナーから直線、長井清文、上田邦弘、さらに追い込んで1番山口義嗣ですが、ゴール前は5番の上田か。5番上田、1番山口に。
ちらっと後続の動きを確認する平尾。2番の松田が上昇開始。残り2周の800メートル。さあ一旦前を切った2番の松田、4番伊藤です。3番の吉松がこれで切り替えました。平尾和明は下げて4番手、前後体型が入れ替わる格好です。打掌前2コーナーからバック、2番の松田、4番の伊藤、そして3番の吉松、1番の平尾和明は4番手でジャンを聞いています。5番の桑原亮、打掌過ぎの2センター、あっと2番の松田がこのまま先行勝負に出るか、2番の松田大が先行勝負に打って出るか。ホームから巻き返していった1番の平尾、平尾が強烈な巻き返し、さあ牽制した伊藤ですが、これを乗り越えて1番の平尾和明ですが、ちょっと5番の桑原口が開いてしまったか。1番の平尾和明、2番手飛びついた2番の松田、5番の桑原と2番手どうでしょう。5番の桑原がなんとか追いついて切り替える4番の伊藤正樹、伊藤が切り替えて縦勝負になっていきますが、4コーナーから直線コース、平尾和明、後ろから桑原、伊藤ですが、平尾が先頭、押し切っての五輪か。最後5番の桑原、残り2周、4番の隅が動きました。隅が一旦動いて3番の古川を抑えるか、いやここはまず誘導を外す形です。誘導退避、これでもう一度4番の隅は4番手に下げました。3番古川、2番近藤、5番の福島、西の遠征勢、4番の隅レオナ4番手、1番三谷誠司最後方、体勢変化なく鐘が入りました。鐘が鳴ってまだスローな流れ、3番の古川は4番の隅の動向を警戒しています。その隅はアウトバンクに駆け上がって一気に山下ろしをかけるか、最終ホームに帰ってきます。しかしここは3番の古川が先行です。2番の近藤、5番の福島、残り1周の400メートルで4番の隅が仕掛けていきました。隅が一気に叩いて出て3番の古川を2コーナーで捉えるか、しかし古川も踏ん張る、あっと古川突っ張った、古川突っ張って隅はどうだ、隅は2番手アウト、苦しくなった、あっと隅は苦しい、後退していった、4コーナーから直線です。古川高行が粘れるか、古川が粘った、古川粘って押し切ってのゴールか、追い込んで2番の近藤並んでいます。さあライン3名、近畿勢前段、4番中野、1番白上、6番北浦、後ろ攻めから3番有本、7番中石が動いて4番の中野を抑えていきます。山陽勢に中部勢、2番の三浦、5番の有が切り替えて4番の中野は下げて後方5番手です。まもなく鐘を迎えるバックストレッチ、今度は2番の三浦が前を切るんですが、すかさず4番中野幸、中野が仕掛けていった、2番三浦と先行争いです。さあ三浦突っ張っていく、三浦突っ張る、4番中野が叩けるか、最終ホームに帰ってきます。あっとちょっと中部勢連結が外れて2番の三浦の番手に4番の中野がはまる展開です。1番の白上、6番の北浦、後方から3番の有本をまくってくる。さあ有本のまくりに番手から4番の中野が抵抗していった、4番中野幸の動きに1番白上が離れてしまった、4番中野がまくり切ったんですが、この後ろに3番の有本、7番の中石で4コーナーから直線です。4番の中野、あとは3番の有本ですが、4番中野合流、4番中野、3番有本、そして1番白上は3着。さあその中里が4番田中を連れて赤バンドホーム上昇していきました。一気に2番の中川を抑えます。
中釜は抵抗せず車を下げて代わって1番の井田昭之です。5番の太田、終始この愛知勢の後ろ6番の市本、さあ1、5、6、この3名が抜け出して先行体制に入っています。鐘が鳴って3コーナーから4コーナー、3番中里が4番手、中釜が後手に回っています。6番手最終ホームに帰ってきます。1番井田昭之がこの準決勝は先行勝負、5番の太田武史、そして6番の市本隆二です。3番中里福太郎、4番田中陽介、依然として2番の中釜は6番手、さあ中釜6番手ここから間に合うのか。最終バック4番手から先にまくる3番中里、中里の先にまくり番手で合わせるか、5番車太田、依然として中釜は6番手、中釜6番手苦しいか、直線コース。1番井田昭之、そのマークから5番車太田ですが、外から4番田中です。外から4番田中陽介。さあ早くも残り2周の 800m、 7番松本動きました。3番高田を連れて2番の菱田はすんだり車を下げました。菱田は車を下げています。代わって1番の柿水、さあ柿水が打掌前2コーナー、ここで松本を叩きました。さあ松本はこれで車を下げていきます。代わってジャンデ2番の菱田がスパート、菱田がジャンデスパート、6番ヤブーケンジ、地元コンビが先行体制に入った。柿水はここまではシナリオ通り3番手中段をキープして松本を後方に置いている。さあ松本秀之助は後方6番手、残り1周の 400m です。2番菱田浩二、6番ヤブーケンジ、3番手三者審査1番の柿水康則、依然として7番の松本は後方6番手。最終2コーナー、ここからまくる1番の柿水、柿水のまくり5番の阿部、4番吉田は離れた、そして7番の松本もやってきた。松本がものすごいスピードでやってきた。ヤンコーナーから直線コース、豪快に今日は捉えた7番の松本です。3番高田の体勢でゴールイン、九州ワンツー、7番3番あとは1。さあここで2番の川西が先端切り開いていきます。7番の小塚、4番富山を連れて3番の高倉がどうでしょうか、すんなり車下げるか。さあ2番川西は一気には行きません。ここで誘導を外して、さあもう一度5番手体勢立て直していきます。3番高倉、5番の大久保、1番太田、6番佐久、西の遠征勢前段で加入を聞いています。2番の川西は5番手、さあ高倉がこの辺り先行勝負に打って出るか。2センター2番の川西が叩いて出ますが、こうなると3番高倉も引きません。3番高倉が正攻法からそのまま主導権を取っています。5番の大久保聡、1番太田義政、6番の佐古正俊です。2番川西は5番手、最終2コーナーからバックストレッチ立てながら展開、最終バックも縦1列で通過します。3番高倉、5番大久保、1番太田、6番佐古、2番の川西のまくり追い込みですが、どうでしょう、届くかどうか。直線コース、高倉俊弘が粘れるか。番手から5番車大久保の追い込み、5番奥も追い込んでのゴールインか。あと突っ込んだ7番の小塚、6番は佐古です。ここで2番の佐野博次上昇開始です。3番富岡を連れています。さあ4番の南部を抑える2番の佐野、羽賀と吉田には切り替えがありませんでした。さあ抑えた佐野ですが、南部亮太はこれで3番手です。ジャンマイ2コーナーからバックストレッチ、さあまだスローな流れ、まだスローな流れ、2番の佐野、3番富岡、4番南部亮太、3番手、5番の羽賀にはアクションがありません。さあ羽賀は終始九州勢の後ろを回っていますが、おっと内に救っていく4番の南部、南部が内を救って先行体制に入った。1番の松丸博則、3番手これを追っていく5番の羽賀です。さあ、まあどうでしょうか、佐野博次は3番で外並走、ちょっと皿は苦しかった。最終2コーナーからバック、逃げる4番南部、1番の松丸で3番手からまくる5番の羽賀伸康です。羽賀のまくりが3コーナーで決まっていきます。6番車吉田昭久、あとは追っていく3番の富岡健一で4コーナーから直線まくって5番の羽賀、あとは混戦ですが6番の吉田昭久追走、しかし5番の羽賀ゴリ、
5番の秦、6番の吉田、そして